さあ、中澤拓也の助手席いかがですか。第6話です。やった、ね、そして新浜レオンの助手席いかがですか。違うわ、違う。丸パクリや。今日もよろしくお願いします、ね、はい。まあ2週にわたってね、まあ2週かどうかわかんないけど、そうですね、あまりに喋ってるからね。確かに。まあ、今回はレオンのチャンネルと僕のチャンネルちょっとコラボということで、ありがたいですね。しておりますけど、ありがとうございます。だからこのね、俺のチャンネル見てる人もレオンのチャンネル見てもらえばまた違ったアングルで見れるしね。あ、そうですね、確かに確かに。そうだから、そういうね、コラボはそういう面白さがあるんですけど、あ、さあ、まあ今回は市原サービスエリアにね、レオンと一緒に行こう、ね、行こうということで、もうね、あと10分ぐらいで着きます、うん、距離的にも10キロぐらいですね。そうね、だいぶ走ってきました。だいぶ喋った。いや、相当喋ったな。相当喋った。だからこれの第5話の方ね、はい、見てもらえば、もう相当喋ってるな、こいつらって。わかると思うんですけど。いやでも楽しいな、なんか。ね。あんまりこう、なんて言うんだろうな。そう、仕事なんですか、これは。いや、仕事じゃないよ。もうこれは俺、仕事じゃないと思ってるから。もう完全にプライベートで。いや、でも本当に。もちろんね、マネージャーさんとか今日いないですし。いないな。でも完全にもう俺ら任せにしてくれたから、はい、その辺もありがたいね。いや、めちゃくちゃありがたいです ね。そう、いやいやいや、お、青の車が通った。いやいや、この車ね、この車ね、でもこの道はね、俺マジで何回も通ってるから。あ、そっか。そうで、新東京サーチと行くときこの道通って。そっか。そうだけど、その先の市原サービスエリア行ったことないから、あ、今日マジでちょっと楽しみなんですけど。あ、よかった。でも僕すごい気になるんですけど、うん、普段めっちゃそのサーキットとかだとスピード出すわけじゃないですか、うん、そうだね。でも本当に安全運転でね、うん、そりゃそうだろうよ。当たり前だ、捕まるわ。そんな運転してくれてるんですけど、うん、ちょっとその辺とかって意識しないとこう誤って飛ばしちゃうこと。いや、誤って飛ばしちゃうこと、いや、ね、まあ、いや、それはあんまないかな。あ、ないんだ、うん、いや、めちゃくちゃね、乗り心地がたまんなくいいんですよ、本当に。冗談だけど、あの、さっき一人の時ベラベラ喋ってましたけど、うん、やっぱり結構運転って性格出るじゃないですか。運転は性格出るよ。本当に出るじゃないですか。本当に出るね。いや、だからね、本当に優しいんだなっていう、ちょっと、もうやっぱね、レーシングドライバーはやっぱ運転のプロだからね。あ、そっかそっか。そうか、そっか。まあ、サーキットとか行ったらそれは飛ばすけど、うんうん、一般道はなるべくこう乗り心地のいい運転ができないとやっぱね、ダメですよ。あ、いや、本当にこれだからね、やっぱ助手席にほら、だって人を乗せた時のこと考えてごらんなさいよ。はい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 、例えば女の子、はい、ね、これはね、そう、相当やっぱ隣で、はい、例えば女の子が寝れるぐらいの運転ができないと、あ、やっぱ男としてね、大切だね。やっぱダメですよ、それは。そう、うん、ね、やっぱり男としてね、うん、運転って非常に大切な、うん、後ろ髪飛ぶぞ、あいつ。すげえな、おい。窓全開にしながら、もう、後ろのこの刈り上げのとこ、めっちゃ外に出しながら、高速走ってたけど、もう、後ろの髪なくなるぞ、あいつ。風圧で。大丈夫か？いや、いろんな人いるな。いろんな人いるね。でも、本当に車に乗ると、うん、こう人変わる人とかいるじゃないですか。いるね。ハンドルにいるとね。そう、あれ、すごいなって。なんか。そうだ、そういうのはちょっとね、ダメだよね。怖いですよね。車にも良くないしね。あ、車もかわいそうだから。ああ、やっぱそこはさすがだわ。そうそうそう、まあ、車のことをね、車にもやっぱかわいそう。急なアクセル、急なブレーキはやっぱ車もびっくりしちゃうから。ああ、そっかそっかそっか。そうそうそう、あ、すげえな、その感覚。レースもやっぱあのぐらいの速度で走ってるけど、はい、やっぱり車に負荷をかけすぎちゃうと車も壊れちゃうから、はい、はいはいはい、はい、だから限界速度で走ってるけど意外と車には優しい運転をしてたりするのよ。おお、だってあのスピードで走ったら、うん、すごく故障するんじゃないかと思っちゃうんですよ。まあまあね、それをメンテナンスもいろいろされてる。そうそうそう、無理させないぐらいに、うん、やっぱり限界を引き出して走ってあげるのがフレッシングドライバーの仕事。すげえ、いいわ。これ爆走拓也くんじゃないですよね。ちょっとチャンネルが番組がちょっと変わってきちゃった。ここ降りちゃダメですよ、お前。そうだね。そう、新東京行くときはここで降りる。ここで降りちゃうね。そう。あと4キロぐらいで降りちゃうわけ。そう。ここから先はね、ちょっと初めて行くんだって。はい、初経験。初体験。初体験、ね、いただいちゃいました。
そうよ、ありがとうございます。ありがとうございましたねというかだからそう、あの高速乗る前に言ってたけど、はい、千葉はねレオンの出身地、千葉のことは何でも聞いてくださいと、はい、言いましたよ。言ってた割には、はい、1時間ぐらい全然関係ない話してるからちょっと千葉の話を。あ、すみません、せっかくね千葉来たからね。まあ市原といえば、うん、市原臨海球場ね、市原臨海球場、まあ、今ちょっと名前変わってなちょっと忘れちゃったんですけど、忘れとるやないか市原には僕高校野球やってたんで、うん、すごい大きなグラウンドがあるんですよ、うんうん、まあ、マリンスタジアムとかってやっぱ知ってますよね、千葉マリンスタジアム。あ、マリンスタジアムの千葉、はい、あ、そうか、そうなんですよ、まあ、あれが、まあ、あそこが一番こう、うん、まあ、大きいとか大きいんですけど、うん、そして県野球場、うん、その次ぐらいに、うん、あ、Z パークっていうのかな、今市原に大きな綺麗な野球場があって、うん、そう、そこで球児たちは試合をすることですごく有名なのと、うんうんうん、あと市原ね、夜景をね、綺麗に撮れる、ね、スポットがあるんですよ。夜景？夜景。だから今日はね、その夜までなんですよね、この撮影は。なんでやねん。そう、仕事あんだろ、お前、自分。スタジオ行くんだろ、これから。そうだった。そうだ、スタジオまで送り届けるんじゃ、わしが。ありがとうございます。そうだな。いや、でもそうなんだ、夜景がね。そう、あのね、なんて言うんだろうな、まあ、海があって、工業地帯が先に広がってるんですよ、木更津とか。ああ。それこそ横浜とか、横須賀とか、そっちの方まで見えるんですけど、そのね、夜景がね、めっちゃ綺麗なんですよ。へえ。だから、この写真とかもすごい、なんて言うんですか、マニアの人たちバーッと集まって撮ったりして、ね、へー、こんな綺麗なところもあるのが千葉。なんか夜景のイメージなかったな。ないなんか夜景っていうとなんか横浜とかさ、はいはいはい、向こうのイメージあったけど千葉もそうなんだね。こっちから見える、まあ、横浜の景色がまた綺麗なんですよ。ああ、なるほどね、うん、はあはあはあ、そうだからその辺もねちょっと見てほしいなと思いますけどね。市原といえば見たいな。市原っていうとなんか象の国とかさ。ああ、分かってますね、市原象の国。でも象の国ぐらいしかちょっと、あとは新東京先と。ああ、ダメダメそれじゃん。いや、ダメダメ、おい、自分の曲名の今プロモーション入ったぞ今。ダメダメとか言い出したら、ねえ、どうせ曲かけるんだろちょっと編集で。すごい分かってますね。俺の方かけないから俺の方約束かけとくから俺の方は待って、そんなことないって言ったら、もうちょっと着いたよ。着いちゃったじゃん。市原サービスエリア到着ですね。はい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 、着きましたよ。あ、いいな、このアングル。あ、いいね、めっちゃいい。いいね、市原に到着。どうなんだろうね、今日一応日曜日だけど、あ、そんなに混んでない。おう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 、久しぶりでも。さあ、到着しました。これなんか止める位置がすごいね、大切。いや、そうよ、止める位置ね、これ重要ですから。でもね、はい、今日ね意外とね日差しがそんなに強くないから。そのポイントは何なんですか。いや、あのね、逆光になっちゃいけないのよ。あ、そういうことね、やっぱり。そういうことね。この辺にしようかな。この辺多分いけると思う。うわ、懐かしいな。懐かしい、めちゃくちゃ懐かしい。よく来てたんだ。来てた来てた。いい到着、ありがとうございます。はい、着きました。チャラサービスエリア到着です。やってもらった、本当に。何これ、ボソファンクラブ。ボソファン、あ、ボソか。何ですか、ボソ。いやいや、あれあれボソだろうよ、どう考えても。ボソじゃん、本当にね。ボソファンクラブこれだからじゃねえのよ。ボソファンクラブ、はい、着きました、うん、じゃあ、はい、ちょっとお腹も空いたんで、ちょっとねこれから食べ物をねゲットしたいなと思います。いい、一応ネット上だと、はい、まあピーナッツソフトクリームが有名らしいんですけど、はいはいはい、ちょっとそれだけだとねさすがにちょっとお腹満たされないんで。本当にお腹空いたね、はい、なんでちょっとね、なんか、いや、美味しいものたくさんありますからね、本当、うん、なんかさ外で食えるようなとこないのかな。いや、なんかあっちの方にね、ベンチありますよ。あ、ほんと？はい。そこで食うっていうのはどう？うん、めっちゃいいじゃないですか。ねえ、うん。ちょっと助手席いかがですか？今まで車の中で食ってたけど。おう。焼きそばとかね、食べてみて。焼きそばとか。そう、意外とボロボロするから。ほんとに。だから、ちょっと待って、俺もカメラを持って、おう。
外繰り出すか。お、ね、初じゃないですかこれ。中はちょっと厳しいけど。そうですね、外の人が映らなかったりとか、ね、あんまり。じゃあちょっと言います、やるかそれ。お、ちょっと俺もさ、ちょっとその手持ちのさ棒をなんかちょっと持っていいですか。ちょっとベンチ探そう。ベンチ、ベンチあそこら辺いっぱいあると思いますよマジで。ベンチすごい。俺ら今 YouTuber っぽいことしてるね。めっちゃ YouTuber、 超 YouTuber じゃん。こういう人見るもんたまに。こういう感じなんだね YouTuber。 そうね、これやる側に立つとまた分かるな。よし、あっちのなんか、あ、いいじゃん丘のね、あの辺ね。いや、めっちゃいいとこあんじゃん。いいじゃんいいじゃん。あ、ここいいじゃん。これめちゃくちゃいいやん。めちゃめちゃベンチあるし、めちゃくちゃいいじゃないですか。これ最高じゃん。最高だよ。ただね、ここいいんだけど店が遠いのよ。店向こうだから。そうだね、もう果ての果てみたいになってるから。まあじゃあじゃあちょっとね、ここにしますか。ここ座ろうか、ここね。あ、ドッグラマンだ。確かに。よし、お疲れ様でした。いや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 、いいんじゃないの。てかさ、これさ立てればいいんじゃない。おお、じゃあ買ってこよう。お腹も空いたんで買っていきましょう。買ってきます、ね、じゃあ自分ちょっとやっぱ地元なんで、うん、自分が地元のものを選んで買ってきます、うんうん、やってきましたよ。おかえり。やってきましたよ。なんかちょっとお待たせしました。めちゃめちゃ買ってるけど。めっちゃ買ってるよ。いや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 、そんなことないっすよ。いやでもね、うん、結構ねやっぱ混んでて、なんか、うん、割と時間かかったんですけど。結構人いた。いた。あ、本当。いやでもめちゃくちゃ美味しそう。ちょっと熱いうちにね。これね、はいはい、まずちょっとこれピザ。ちょっと出来たてね。こんなん持ってこれたね。これ外で食えんの？そう、全然食べていいって言われて。あ、本当。これちょっとすごい ね。あんまりあのピザ。ピザとちょっと外っぽい感じの。ピザとそれから唐揚げの、うん、ポン酢と、うん、ネギ。唐揚げ？あ、いいねいいね。ポン酢とネギね。そう。それから？それからね、うん、たこ焼き。あ、たこ焼きね。これね、ただのたこ焼きじゃないですよ。うん、タコの代わりにアサリ入ってます。うん、ね、なんかちょっとどっかで、ね、いや、どっかで聞いたことない。いや、それ俺の助手席の第4話だな、それ。どっかで見たな、それ。で、このなんかね、だしをね、つけて食べるみたいですよ。うん、へぇ、あ、いいじゃん。ちょっと赤焼き風。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。うまそう、うまそう。よし、食べましょう。それで、その袋は？これの袋はね、あの袋ですよ。違う、その袋じゃねえ。紙袋の方だ。紙袋ね。紙袋。あ、これはね、シャカシャカポテトみたいな。ああ、なるほどね。そう。あ、いいね。普段あんまりこういうの食べないんですよ。食べないね。あ、俺も食べない。ちょっとなんか、外っぽくて、うん、パーティー感。なるほどね。オッケー、オッケー、オッケー。いや、いいね。結構充実してるよ。いや、いいんじゃないですか、これね。一人でやる時の助手席とは大違いだ。やった。じゃあ、ちょっと早速いただきます。食べよう。ちょっとまずコーヒーね。コーヒー。ちょっと待って、これさ、どんな感じで食べ物？あ、結構。大丈夫ですか？うん。じゃあ、この食べ物の続きは、うん、たくやさんのチャンネルで。ぜひ食べてるところをご覧いただきたいと思います。ね、これでこうか。はい。オッケーオッケー。あ、飛ぶ飛ぶ。ゴミ。じゃあこっちもらうわ。よし。いただきます。食うぞ。いや、マジで腹減った。あんだけ喋ったらよ。いや、お腹も空いたわ、本当に。あんだけもう道中1時間ぐらい喋ったから、ずっと。喋りすぎや。すごいんだからもう。あ、じゃあとりあえずね、コーヒーでね。お疲れした。お疲れした。いやいやいや、さあ、うん、それでよ、何から食うよ。これピザめっちゃ熱いし食べてほしい、ね、いや、そうだよ、ピザね、ピザから食った方がいいね。お、風いい。風強えな。風強い。これ切れてんの？ピザ切れてんじゃないですか。切れてねえだろ、どう考えても。切れてないっすよこれ。じゃあ切らないと。切れてんのかな。お、切れてるな。切れてんじゃん。え、切れてないよ。コリキか？長州コリキか？じゃあこれちょっと切るわ。ありがとうございます。これね、こうして何枚にカットすればいい？4枚。4枚でいいんじゃないですか。うん、これじゃん、切る。うん。
風がね、思いの方が結構強いし、ね、いや、強いよ。だと飛ばされないようにしないと、ね、よし、あ、いいんじゃないの、めちゃめちゃいいじゃん。ちょっとこれおしぼりよ、これ。あれ、おしぼり、おしぼりさっきいっぱい拭いてきました。あ、ほんと、はい、じゃあちょっと俺いっぱい手拭いてアルコールで、アルコールね、そう、今ちょっとご時世的にね、ご時世的に、いやー、腹減った。てかね、GoPro のね、充電がね、もうね、18% しかねえのよ。やばいやばい。だからちょっとね、巻きで食べないと。いただきまーす。じゃあまず、ピザ。ピザ、ね、これ何ピザ？これね、マルゲリータです。千葉感ねえな、おい。千葉感全くねえぞ。いただきます。うん。どうすか？あ、うまっ。いい感じ。うん。よかった。めちゃめちゃちゃんとしてる。お、マジっすか。うん、きた。はぁ、うまっ。じゃあレオも食べて。じゃあ僕も、うん、じゃあ僕ね、ちょっと、うん、この、あ、でもあれか、これあれだから、うん、これかけちゃうってのどうですか。あ、たこ焼き、うん、いいよ、じゃあ待って、これ映んねえから、そこでやっても、うん、ねえ、つけて一緒に食べてたらまずいでしょ。あ、そうだね、まずいから、ね、だし汁かけてね。そう、かけちゃってね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。じゃあ、僕はこのアサリのたこ焼きを、はい、はい、どうですか。いただきまーす、はい、どうですか、まだ食べてない、食べてないんだけど、まだ食べてない、はい、どうよ。あ、うまっ。あ、うまいわ。アサリは本当にアサリいる。当たり前だろ、アサリ入って売ってんだから。アサリ言ってるって言ってるって言ってるって言ってるのが入ってなかったら大問題だからね。一応言っとくけど、でも、うん、本当にね、マジで美味しい。なんかあの結構千葉ってアサリ有名なんですよ。なんかそうみたいね、うん、ここ市原だけど浦安とかも結構有名だし。だってあれでしょ、塩干狩りができるんでしょ。そう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 、ね、そう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 。みんなピザもうまいわ。マジですか、よかった、うん、じゃあこの串食べてみて。串なのこれ。あ、串だわこれ。ゴミ置くな、ここに。映るだろうよ。もうね、本当に。これ何？串？これ串です。これは？これはね、何なんだろうな。ネギ、ネギポン酢。ネギポン酢。これネギね。これは？ちょっと、これもネギ。あ、これおろしポン酢。ネギじゃねえだろ、どう考えても。おろしポン酢、おろしポン酢。そうです。どっちがいいかな？どっち食いたい？僕、ネギで。ネギ、はい、じゃあ俺おろしに行くわ。オッケーオッケー、はい、ちょっとね、野菜がね、あんまりなかったんですよ。だからちょっと少しでも、いやいや、ネギでね、野菜。サービスエリア来てまで野菜取らなくていいよ。そんな健康志向じゃなくていい。そんな。そうね、そうか。じゃあちょっとこれね、うん、ぜひ。おろしポン酢、いや、こんなのもあるんだよ。いや、うまそう。いただきます。うん、どうですか。うまっ。お、よかった。うん、これヒット、超うまい。あ、ほんとっすか。お、よかった。食ってみ。マジうまい。いただこう。めちゃめちゃうまい。でもね、唐揚げが意外とでかいから共同してた方がいいよ。うん、うん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 、うまいよね。うん、最高ね。いや、市原のサービスエリアクオリティ高いぞこれは。ね、もう本当に今度からあれっすよ、うん、通り過ぎる前に一回寄った方がいいっすよ。確かにね、うん、手前で降りないでね。そうそうそう。いや、うまこれは。あ、これはね、ポテト。何ポテト。これね、うん、ポリポリポテト。なんだポリポリポテトって。ちょ、なんだっけ。なんだ何味なのこれ。これなんか多分、なんだろう、ちょっと食べてみて。あ、何ですか味は。普通のポテト。あ、でもなんかこう、なんとかソルトじゃないの。違う。何、胡椒。いや、だからそうじゃん。ペッパーソルト的な。あ、そういうことか。うん、あ、美味しい、美味しい。よかった。うまい、うまい。いや、でもね、違う、俺これ食ってないんだよ、まだ。食わせろや、そっち。だ、これが一番千葉感あるから、ね、そうなんですよ。これアサリでしょ。アサリ、うん、これが一番千葉感ある。これいかないとね。ちょ、僕はね、うん、もうよく食ってるから。そう、じゃあいただきます。ぜひ。
どうですか。これうまい。きた。結構結構マジでアサリ。ようこそ千葉。マジでアサリ。よかった。でしかもね、出汁が、出汁がかかってるのがいいね。うん。これうまいわ。よかった。いやちょっとね、市原のサービスエリアクオリティ高いぞこれ。あ、本当っすか。うん、いやもうね。でしかもだってさ、このピザさ、外で食えるんでしょ。そうそうそう、外で。これいいね。そう。うん。中だけじゃなくて。ベンチで食べますって言ったら。はい、ベンチで食べますって言ったら、OK だった。はい。マジで。そうなんです。いや、いいなぁ。いや、うまっ。よかった。てかね、レオンのチョイスもいいね。マジっすか。この選び方。よかったっす。素晴らしい。いや、ここからですからね。まあ、まだこれは今、階段一歩上がってるのかな。いやいやいや。十分だから。だいぶあるぞ、これ。普段食べるんですか、でも。めちゃめちゃ食うよ。食べる時は。食う食う食う。うん。あ、へぇ。レオンこれピザ食ってないじゃん。あ、そうだよ。ピザ食ってる。食レポお願いします。あ、わかりました。もう僕ね、本当にね、番組でね、食レポ、いや、そうよ。本当にたくさんやらせていただいて。千葉テレビでね。いただきます。はい。うん。どうですか。うん。どうですか。もうね、うん。このチーズ。チーズ。マルゲリータって、うん。チーズがまあ普通は普通じゃないですか。まあまあマルゲリータはチーズがメインだからね。この量がまずね、うん、だって皮の3倍ぐらいチーズ乗ってるじゃないですか、うん、そんなわけねえだろうよ。皮の3倍もチーズ乗ってたら、まあ、もはやそれチーズじゃん。ピザじゃなくて。あ、そっか。でもチーズめっちゃ乗ってるからね。すごい美味しい、うん、本当に。それからそれからね、やっぱこのサラミ、うん、サラミね。サラミが、うん、別にこれトッピングいっぱい多くしてるわけじゃないんですけど、うん、通常でね。そう、通常のサイズで もう盛りだくさん具が乗って、うん、めちゃめちゃ美味しいです。ほんで続かせるんで、続かせる。ほんで、いや、それでね、これでこれね、やっぱりね、ここの空気、空気、この市原の空気感じながらピザ食べるとね、これもうみんな寄ってきちゃう。ほんでほんでパワハラだよ、パワハラ。しょおい、千葉テレビの人が泣いてるぞ、これ見て。戻ってきましたね。戻ってまいりました。初、助手席いかがですかね。初外に繰り出すというね。いやー嬉しかった。いやでも楽しかった。本当ですか、うん、やっぱ外に行かないとね。まあそうですね。そう、でも一人だとなかなかね、ちょっと寂しいんで。あ、今度俺一人で行くときなんかレオンのパネル持ってこう。あの薄いなんか発泡スチロールで出てきたみたいな。それじゃあ送ります。あ、それにしよう。等身大ぐらい。等身大がいいね。等身大をこうやって担いでいって、それを隣に置きながら通る。まあいろいろ食べましたけれども、はい、ね、一番重要な俺今ここに戻ってから気がついた。あれ？ちょっと自分も分かってたような気がする。さっきここにたどり着いた時に、うん、千葉の、はい、市原のサービスエリアの有名なものといえば、はい、なんて言いましたか？ピーナッツソフトクリームですね。ピーナッツソフトクリーム。手元には。ピーナッツソフトクリームを食べましょうと言ったのにもかかわらず、はい、ピーナッツソフトクリーム食ってねえのよ。なぜ買ってこなかった。まあね、今からは。いや、いい、もう尺十分あるわ。もう回しすぎじゃん。もうまあでもね、はい、ソフトクリームは食べれてないですけど、うん、でも美味しかった。あのアサリのやつとか。アサリですね。ピザも美味しかったし。確かに。あのね、結構ね、まだまだいろんなものね、たくさんありますから、うん、ぜひ市原サービスエリアで皆さんもね、遊びに来ていただいて。よろしくお願いします。で、僕らが座ったベンチもね、ぜひ見つけていただいて。おお、ドッグランのすぐそばですから。じゃあ皆さん、はい、ここまでね、ありがとうございました。本当にありがとうございました、ね、そしてレオンのチャンネルの皆さんもありがとうございました。またお楽しみに。だねー。チャンネル登録よろしくお願いします。